Driven from our homes by the toxic spores, we kept wandering, looking for shelter. But not in our wildest dreams did we imagine what we would find. はい、始まりました。ザ・ワンダーリング・ヴィレッジ。直訳すると、歩き回る村、もしくはさまよう村。この、オンブって呼ばれる生物の上で暮らしていく村人たちを導いていくゲームです。今回私が村長として、ここにこれを作りなさい、あれを作りなさいと、いろいろ道しるべを作ってあげながら操作していくゲームっぽいです。よくわかんないです、まだ。とりあえず、基本の木しかまだ知らん。てか何も見らんようにしてるから何も知らんのよね、本当に。だからちょっと手探りの状態でぐだっちゃうかもしれないんだけど、まあとりあえずこの村を、大きく豊かにしていくように導いていこうかと思います。よろしくお願いします。とりあえず今はテントを作ってます。テントがないとこいつらが住んでいけない。ちょっと待って、住んでいけないんだけど、テント一つに対して最大2人の村人が暮らせる住居なんだけれども、村人何人いるかとか見れんのかね、このどこかで。そこら辺もまだ全然よく分かっておらんのやけども、あ、これだ、16人おるから、最低でも8つの住居が必要になってくるっちゅうわけやな。ってことで、じゃあテントをちょっと乱雑に作っていくか。どうしよう。村はちょっと同じような村っていうか、村人たちの家はちょっと近場にしておこう。この後いろんな建物を建てることになると思うから、とりあえずね、詰め詰めでいきましょう。まるで東京のようですね、この家と家の間が狭い感じ。なんだこれは、なんだ、テント、あ、これテントを作りますよーっていう合図か。そしたらいろいろね、作れるものがあるっぽいんだよね。今、この建築タブの中のさらにタブがあって、村とか、貯蔵とか、食料とか、他にもいろいろあるんだけどね。で、これを、とりあえず今は村の中の労働事務局研究所をまず次に作ろうと思う。で、その後に、いや、先にこっちかな。資材置き場とか、貯水タンクとか絶対必要だよな、っていうことで、貯水タンク作っていこうか。貯水タンクでけえなー。ここにするか。よし。と、資材置き、食料置き場もでっかいねー。でかすぎるぜ。資材置き場は？あ、ちっちゃい。じゃ、とりあえず資材置き場と貯水タンクをここに設置します。で、道路も作っておくか？この、隙間を通すように。で、その次にだ。てか、物資が足りないって多分なってるよね。だから、この収穫ツールタブから、石とかを選択して、で、あと木が足りない。で、木も成長度合いとかがあるんだよね。これだ。74%。これが 100% になると、多分収穫ができるのか。それとも、この段階でも収穫できるけど、収穫量が少ないとか、そういうことなのかもしれない。よくわからない。まだまだ僕は初心者でございます。どうしようかな。で、ベリーとかも食べないとご飯ないよね、多分君たち。ご飯がないって、私はご飯がねえと働かねえぜとか言われかねないから、とりあえず、このベリーのところまで、道路をつないで、長えな。こんな感じでちょっとまず道路つなぎます。で、この道路つないだ理由っていうのは、これ普通にね、収穫することはできるんだ。できるんだけれども、ここの中の食料、このベリー採集小屋っていうものを作ってあげると範囲が出るでしょ？で、この範囲内にあるベリー。はい、1個潰しちゃうけど、ここかな？ベリーの低木？これ収穫するときに、多分ベリーの木を傷つけながら収穫してんだよね。で、なるべく、これが近くにあることによって、この小屋がね、収穫するときに木が傷つかない。つまり、何回も何回も収穫できるようになる。ん？再収穫ができるようになる。木を傷つけないから木が枯れない。だからずっと半永久的。半永久的なのかな？よくわかんないけど。まあ、とりあえずベリーを回収し続けることができるっちゅうわけや。わけやとりあえずベリー採集小屋を
最初に作ってもらって、てかベリーの山結構あるな。作ってもらっての、この食事を食い尽くしちゃう前にね、ここら辺の回収を急ぎたいところ。あ、でそうだ、難易度はね、なんだっけ、中級者でやってます。なんか初心者からやろうかなとも思ったんだけど、まあまあまあいけるしやと思って、そんな軽い気持ちでこの村人たちの暮らしを預かっております、私で。なんか中級者とか初級者モードいろいろあったんだけど、中級者にするとね、あの村人がお亡くなりになっちゃったりとか、あと俺もまだよく分かってないんだけど、この子がね、この子も死んじゃう可能性があるんだって。だからなるべくね、村人たち、ああこっちにベリーもっといいところあったな、しまった、まあこの子たちが幸せになれるような、おんぶの角、おんぶの角、お前の角、幸せになれるような村を作っていこうと思います。とりあえず回収したいな。で回収してここにベリー小屋をもう一個建てよう。ベリー小屋多分作って壊して作って壊してって転々させた方がいいのかなって個人的に思っちょります。知らんけどな。でちょいでかいなお前、ちょーでかいな。ちょっと他にもでかい建物あったりするかな。あ、てか俺まだ研究所とか事務局作ってねえな。やだな、家の近くに労働事務局があるの。ちょっと話そうか。ここら辺にしよう。で研究所もまあお隣さんにしとくかな。これでいいでしょ。これぐらい離れとけばね、もう家の隣がすぐ仕事場だ、うえーってなることもまあ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 、ないんじゃないかな。ないんじゃないかな、知らんけど。まあそんな気遣いを見せつつ、木材が圧倒的に足りんちゅうわけで、どん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 木材を回収していく。で、お前はなんだ？巨大な切り株。隣に製材所を建てることで木材、あー、なるほどね。製材所とかあったね。まだ作ってないし、見てもないけど。製材所？製材所、木材工房とはまた別なのかな。あ、でもなんか同じ感じの、いいね、これの隣に建てたいね。で製材所がもしまた別にこことかに追加されるんだらば、こっちの横とかに作ればいいしな。なんか同じ石は石、木材は木材って感じで、ちょっとまとめて置いてあげたいなーっていう気持ちがあります。どうしよう。でこれ今何が足りねえんだ。石材はあるけど木材がねえちゅってんだ。はい、じゃあ木材を買って買って借りまくっておくんなまし、皆様。でもベリーこれ優先度プラスしなくていいわ。先に事務局作っちゃおう。んーでよ、でよでよでよ、どうしよっか。とりあえず木をバカバカ取って、で倉庫いっぱいになるぐらいにしようか。これすごくない？なんかこんな感じでね、めちゃめちゃ近くに行けるんだ。なんかね、この視点のこの視点までしか近づけないゲームとかいろいろあると思うんだけどさ、こうまで近づいてさ、ほとんど平面、水平に見ちゃう。水平で合ってるかな、平行に見ちゃう。うん、日本語が拙い。まあそんな感じでね、見れるゲームってあんまり少ないからね、俺的にちょっと嬉しいです。でてかテントまで作れてねえだろ。木が圧倒的に足りねえ。みんな木を刈ろう。てか木が少ねえんだよな。ここまで回収に行くのもちょっとめんどくさそうなのだよな。まあいいか、とりあえず買って借りまくって問題ないよな。そんな木を最初のうちに借り進めたがために、自然破壊、環境破壊です、おんぶの栄養価が足りなくなりました、お亡くなりですみたいなことがないよな。ないよな。ないと思いたい。オッケー。で労働事務局を作ることによって、作業を村人に割り振れるんだよね。この人たちは一般作業員ですとか、建設作業員、運搬作業員、収穫ってか、いろいろあるっぽいんだよね。とりあえず全員5人に割り当てて、一般作業員に割り当てちゃえばいいかな。で多分割り当てた人たちがちょっと移動速度が速くなるんよ。で今ちょっと一緒に歩いてる人がいないんだけれども、さっきこの人と誰かが一緒に歩いてたんだけどさ、少し早かったんだよね、この人の方が。だから多分この人が一般作業員に割り当てられた人なんだなと思う。ほら
職場が労働事務局。こんな感じ、こんな感じ。で、多分一般にしておけば、収穫するのも、なんか他のこともいろいろやってくれるんじゃないかなって思ってる。わかんないけどね。どうしようか。研究所が建てられたから次、調理場を作りますか？それとも、角笛塔を作りますか？とりあえず、ご飯大事だから、ご飯にしようか。ベリー、ビーツ、おんぶの血液から。おんぶ？おんぶの血液食べれるんだ。食べる？飲む？よくわからんけど。じゃあ、とりあえずじゃあ、調理場の研究。資源とかもいろいろあるんだな。排泄物収集。おんぶの排泄物を集め、バイオガスと肥料。はあ、なるほどね。こういうものもあるのか。サボテンは、うん。サボテン栽培はしなくてもいいから。あ、でも、小麦栽培ができるようになるのはでかいな。まあ、とりあえず先に調理場だな。まあ、ご飯、調理するものがなくて何が調理場だってなっちゃうところではあるものの、まあ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 、よかろうって。で、どうしようかな。ここら辺。これ建物移動したりとかできないんだよね。できないね。とりあえず。他に作りたいものとか今のところないね。オッケーオッケー。ベリーの採集。ベリーの採集は一人でいいんじゃないかな。お、だ、ちょっと待って。なんだ全然気づいてなかった。音部が動き出した。音部が動き出して、おま、お動き出した。口が臭そう。あら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 。